プランタン・モレトス博物館はアントウェルペンにある印刷・出版業の博物館。16世紀の大出版業者、クリストフ・プランタンの工房を起源に持ち、2005年にユネスコの世界遺産に登録された。単独の博物館として世界遺産に登録されたのは本件が初である。この博物館は16世紀後半にアントウェルペンを主たる拠点として、 大規模に印刷、出版事業を手掛けていた、クリストフ・プランタンの工房、オフィキナ・プランティニアナを起源とする。当時のアントウェルペンは、ベネツヤ、パリ、ディオンなどと共に出版業の一大拠点となっており、プランタンはその中にあって、多くの出版物を世に送ることによって、当時のユマニズムの進展にも寄与した。彼の死後、工房は、娘婿のヤンモレクスとその子孫たちが引き継ぎ、 以降、実に1867年まで出版事業を継続することになる。1876年にエドアルト・モレトゥスによって工房および印刷設備一式がアントウェル・ペンシ当局に売却され、翌年工房、住居部分とも公開された。これが博物館としての歴史の始まりである。下に掲げる様々な特色によって、特に ルネサンス期からバロック期にかけてのヨーロッパ出版文化史にとって重要なものであると評価されたことで2002年にユネスコの世界遺産にノミネートされ2005年7月に正式に登録された。博物館では2006年1月にこれを記念する祭事が挙行された。19世紀の博物館現存するものとしては世界最古の印刷機2台や 同じ時期の印刷用活字一式など、プランタンが活動していた16世紀当時の印刷技術を伝える品物のほか、印刷事業に関わる設備の数々が保有されている。そして、食11体の大建築物は、それ自体が近世、近代の生活と労働の関係性を伺わせる貴重なものである。また、ビブリア・ポリュグロッタをはじめとするプランタンが手掛けた。 出版物の数々や36行政書といった非公書を含む2万5千巻以上の増書を誇るほか、当時の会計記録や知識人たちとの往復書館といった貴重な古文書類も多数収蔵されており、それらオフィキナ・プランキニアナの事業文書は2001年にユネスコの世界の記憶に登録されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。